はい、じゃあお名前をお願いします。桜井海星です。桜井海星くん、はい、はい、お願いしま す, お願いします。じゃあまず普通のグローブの方から紹介させてもらいます。またまた水野グローバデリートのオールラウンドになるのかな、内野用かな、はい、まあどっちかっていうオールラウンド、これもねグローバデリートで軽い、やっぱり、うん、でもちゃんとねお手入れされてて、オイル塗らないから軽いってわけじゃなくて、しっかりとポケットに塗ってある感じなので、で結構お手入れしてるんだよねこれ、うん、触った感じしっかりとしたお手入れがされてるようなグローブで、これなんかこだわりとか特徴とかって、あ今のところあんまりないかなみたいな、はい、でもなんか触った感じだと、結構ね奥でしっかりと一度掴んだら離さないっていう一点集中型なポケットかなと。サードとかよくに近いかな、外野でも多分使えるパターンになってます、ね、オールラウンドだしね。これもレッドオレンジ系かな、ラディッシュっていうか、レッドオレンジというか赤好き、はい、おー、うん、いいね、情熱の赤色、なるほどです、ありがとうございます。じゃあもう一個あるんでね、そちらも、はい、やばいなこれ Z の、これプロステータスだよね、うん、プロステータスのキャッチャーミットとなっています。これ公式用、はい、おお、やばい、もうね質の素晴らしさがよくわかる。これはでも比較的 Z の中だったらコンパクト、ちょっと小さめ、はい、はい、うんだよね。モデルとかではなさそうかな、ポケットが結構深いんで、そうそうそう、深くてポケットが長いイメージかな、ここからここに長いイメージで、どちらかというとボックス型なキャッチャーミットですね。はいはい、なんかこだわりとかってありますか。しっかり取れるように、あー、しっかり取れるっていう点だと、やっぱりじゃあそれこそ奥で深くだし、それが分かるのが親指の芯がちょやっぱり Z さん分厚めなので、一度掴んだら離さないっていうのがやっぱそこに現れてるのかなといったような感じのキャッチャーミットになってます。ありがとうございます。今日は体験会でたくさん、小学6年生来てると思うんですけど、うん、なんかこういうチームだよっていうのをちょっとアピールしてもらえると。団結力があってチーム一丸で攻撃できるチームだと思います。おー、チーム一丸で攻撃って素晴らしいな。一斉攻撃、うん、それってバントとかも含めて全部が攻撃じゃん、はい、だし守備も攻撃じゃん、はい、言っちゃえば、はい、だから攻める、そうそうそう、言っちゃえば、だからそういうのをチーム一丸となってできるっていうのは、うん、でそれをはっきりと言えるっていうのはやっぱいいチームなんだなっていう感じがしますね。じゃあね、新入生入ってくると思うんですけど、それを実践すべく教えるべく、自分もやるべきことやって、どん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 チームとしても強くなっていってください。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあお名前をお願いします。千葉浩太です。千葉浩太くん、はい、はい、お願いします。じゃあちょっとグローブをお借りしてもいいですか。はい、ありがとうございます。多いね、水のグローバルエリート率が、水のグローバルエリートの、これもオールラウンドかな、あ、はい、オレンジ系の色だよね、で、公式用、はい、おー、やっぱね、なんだろうな、お手入れもしっかりされてるんだけど軽いんだよね、グローバルエリートって。多分中高生多分人気な理由が多分軽いから。そう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 、なんかこだわりとか特徴とかってあります。ポケットをなるべく浅くしたってことですか、うん、この辺の土手の方にポケットがある感じで、はい、内野手、いや、外野手、なるほど、そういうことか、外野だけどオールラウンドで一応やるよ、その後の取り出しを早くするために比較的ちょっと浅めなって言ったところで、これ小指2本、小指、こういう感じ、友崎選手みたいな使い方、うん、あとね、これいつ頃から使ってます。中1の練習量が多い、ツヤがね、ツヤがね、すっごい綺麗なツヤが出てる、うん、黒のツヤとかともまた違ったようなカラーグローブの綺麗なツヤが出てるから。お手入れ好き、あんま素直でいいお手入れは好きかどうか置いといて、お手入れが上手い人のツヤの出方してるかなっていう感じがしますね。ありがとうございます。ほら今体験やってるじゃないですか、日高ボーイズに入るとこんないいことありますよみたいな、今までこんないいことありましたみたいな、大会で勝つことができること、ああなるほどね。僕もやっぱりずっと埼玉いるから、それこそ高校の時に日高ボーイズの子が練習会来るみたいになった時は、おおいい子来るじゃん、ボーイズ子、ボーイズの子来たらおおってなる、そうそうそう、なるぐらいでやっぱりね、日高ボーイズさんって強いイメージ僕も持ってるので、確かにそこはいいかもしれないです。じゃあね、新入生が来てももっともっとその強さをね継続なり、もっとさらに強くなれるように現在の、みんなにも頑張っていただければなと思います。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあお名前お願いします。岡本由良です。岡本由良ちゃん、はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあ今ちょっとグローブ紹介やってるのでちょっとお借りしてもいいですか。ありがとうございます。とんでもないグローブだな待って、えぐい水のプロ、え、しかもこれってさ、待ってオーダーって入ってる。オーダーで、しかもえ、やばないこれ。やばいです。
ハガです。これ去年の8月にオーダーされたグローブですね。はい、ああ、すっげえ。これだもん。マジでえぐい。うん。こだわりとか特徴とか。こだわりは女子野球とかでも使えるように、高校でも使えるように、はい、結構派手めな名前も入れたりしました、うん。黄色とサックスで名前が入ってて、かっこよ。うん。でね、ここにヒンジが1個入ってるから広く使えるっていうグローブだし、指当てもねオーダーだから入ってるんですよね。だからここも補強もされるしっていうような感じで、でやっぱちょっと小さめ、はい、かなマイナス 0.5 ぐらいされてるかなぐらいで、ちょっと丸めなグローブの形ですね。いやもうねすごい。でちょっとはめてもいい？ありがとうございます。あーうん、ここまでだな。僕も手小さい方ですけど、結構中の手袋も小さめに作ってあるのかなっていう。水野確か選べたよね、手袋サイズって。あ、選べたような気もしなくもないけど、とりあえず本当にね、一言で言うならヤバいグローブ。ヤバいグローブです。本当に、ね、軽いんだよ。水野プロって軽い、そう、重量が結構重い気がするんだけど、そんなことなくすげえ軽いグローブなので、いやこれでね、女子野球でもどん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 目立っていってください。頑張ってください。はい、ありがとうございます。何モデル？坂本坂本選手モデル。坂本選手 HF をクロス FF にしたってで、マイナスで少し小さくしたんだ。坂本選手モデルよりかはちょっと小さめかなって感じがするから。なるほどですね。ありがとうございます。じゃあどうしようかな、今回の質問は。じゃあね、日高ボーイズ今日体験会やってるじゃないですか。はい。で多分今チームで唯一女の子ですね。じゃあ6年生の野球女子にぜひ来てくださいみたいな、こういうチームですよみたいなのを女の子目線でいただけたらなっていう。はい、日高ボーイズは男女関係なくみんな仲が良くて、試合とかでもよく盛り上がったりして、すごく良いチームなので女子でも大歓迎です。やっぱねこうやって野球女子もいるっていうチームは、そんなに僕も今まで取材で普通のクラブチームでボーイズでっていうのがなかなかなかったんで、ってことで皆さん野球女子の、皆さんもぜひちょっと検討してみてはいかがでしょうか。はい、それではありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあお名前お願いします。渡辺葵です。渡辺葵くん、はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあちょっとグローブをお借りしてもいいですか。ありがとうございます。たまらん、たまらん、来た。これはプロステータスの、源田選手モデルと合ってますよね。ありがとうございます。公式用、はい、元はレッドオレンジなのかな。あー、まあ多分そうですよね、はい、すごいこれポケットもめっちゃ広い、ま、丸い丸い、結構掴んでいるような振り方ですよね、はい。だからこだわりとか特徴とかってありますか。形とかそんなないんですけど、磨くときは毎回結構時間かけて外側ブラシとかちゃんとやって、こうやってます。そこまでやる、はい、磨くチャージ出てるし、うん、はい、磨くの好き。いや好きです。いいね、そういう子大好きよ僕。今何年生？中2です。2年生。もうこれ買ったのは一昨年の9月、10月ぐらいです。それでもね、保存状態がめちゃくちゃいい。そう、磨いてあるからっていうのもあるのかな。めちゃくちゃいいグローブなので、これをどん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 もっとたまらんグローブにしていってください。はい、はい、じゃあ今後ダッカーボーイズどういうチームにしていきたいのかってあります？監督とか代表とか今年言ってたんですけど、大会とかでは3回戦ぐらいまでは普通に勝てるようにして、その上でさらに勝てるようなチームにしていけたらいいなと思います。そう、代表さんもさっき言ったけどね、3回戦まで行けばあとは上は勢いで行けるって言ってたから勢いそうですね、まだ3回戦まで勝てればね、その後本当に勢いってついてくるんで、はい、日高ボーイズさんならできると、できると思います。思ってるんで、はい、ありがとうございます。引き続き頑張ってください。はい、じゃあ早く怪我直してね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ最後にキャプテン、はい、お名前もお願いします。岡村海斗です。はい、岡村海斗くん、はい、お願いします。お願いします。で、キャプテン1年ぶりにね、はい、ったら本当にでかくなっちゃってて、めっちゃでかいです。もうね、俺は嬉しいよこんなでかくなってて、はい、ごめんね、なんか、はい、じゃあちょっとグラブショットジームスの珍しい、うん、キャッチャーミットですね。はいはい、これ去年もこれだったよね。はい、そうです。なんか珍しいなと思いながら見てたので、なんかこだわりとか特徴とかってあります？ポケットが広くて自分に取りやすい形にしたところで、まあ、横型になってるから結構、広めにどこでもバシッと取れるようなキャッチャーミットですよね、はい。でこれいつ頃購入されました？一昨年の10月とか。はいはい、そうです。ね、ジームス珍しいですからね、本当に、はい。ちなみにこれどこで買われました？ネットです。なるほど、だから珍しいグループが買えるんだはい、じゃあありがとうございます。じゃあ最後にちょっとキャプテンにいろいろと締めてもらいたいんですけど、今体験会やってるじゃないですか、はい。体験会やってる上で今6年生に向けてなんかこういうチームだよっていうのがあれば言ってもらえればなと。日高ボーイズは人数
多いところとか比べたら少ないですけど、チームの仲がいいんで毎日練習も楽しく頑張ってます。もうまあ少数精鋭ってやつですね。そうす。じゃあ次は今後どういうチームにしていきたいとか目標ですね。もう前の大会でベスト8まで初めて来たんで、来年3年生になって6月とかにある全国大会予選で優勝して全国大会に行けるようなチームにしたいです。目標は全国。はい、そうです。まあ、そのためにはね、次の新1年生の力も必要ですもんね。はい。まあ、なので今日高ボーイズさんでは新入団選手募集中ということなので、こういったしっかりとしたキャプテンもしっかりとした。はい、そうです。今肘どうなってるっけ。剥離骨折。でそれは野球でやったんだっけ。学校でやりました。まあまあこういったしっかりとしたね、目標もあるチームですし、キャプテンもいるチームなので、ぜひぜひ皆さん一回ちょっと日高ボーイズさんの体験に来てみてはいかがでしょうか。本当にいいチームなので僕からもすごいおすすめします。ヒロトどう思う。自分も楽しくやれるっていうのが一番いいなと思った。本当にね、個性的なメンバーが多い多いからね。ね、個性的だよね。はい。まず去年からすげえ変わったな。しっかりしてんのか天然なのか分かんねえな。めちゃくちゃ面白いキャプテンなので、なのでまず怪我直して、はい、どんどんチームを引っ張っていってください。はい、はい、ありがとうございました。よいしょ。本日、日高ボーイズさんのグローブ紹介の方させていただきました。みんなね、楽しいっていうのが本当に出てくる、伝わってくる、チームだったなっていう感じがしますね。あと団結力。うん、そう、みんなが口揃えてうるせえな。あのね、エガのことはうるさいうるさい言ってるけどね、存在結構変わんないよ。存在が変わんない。今ほらみんな練習してるからあんまり大きい声出さないで、ちょっと。ね、じゃ団結力。団結力。そうそうそう、みんなが口揃えて言ってたんで。何猫パンツしてる。カニカベニコダイ。はい、ということなので先ほども言った。カニなんか食わねえよ。ということなので先ほども言った通り、まあ、日高ボーイズさん、新入団選手を募集しているので、皆さんぜひ、まあ、インスタなど、SNS 下にリンクに貼っておきますので、そちらから気になった方、体験の、連絡の方をお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。